温家宝首相は27日、イギリスのキャメロン首相と会談し、1800億円に上る両国間企業の契約を締結しました。キャメロン首相が提起した人権問題に対し、温首相は一貫した口調でお茶を濁し、中国の人権の現状については言及しませんでした。温首相訪欧の直前、芸術家のアイ・ウェイウェイさんが突然保釈され、26日には人権活動家のコカさんが釈放されました。訪欧の前に人権問題に対する国際的圧力を軽減させるのが狙いとみられています。しかし、一時的なパフォーマンスで本性を隠すことはできません。中国の他の指導者同様、温首相も至るところで抗議の嵐に遭いました。ロンドンでは温首相が到着する前から、滞在予定のホテルの前でチベット支持者らによる抗議活動が展開。3月からのチベット僧侶への弾圧を非難し、僧侶の解放を求めました。26日、イギリス・バーミンガムの MG 自動車工場視察の際も人権団体の抗議に遭いました。イギリス・ウェストミンスター大学政治学博士課程の翔子さんは、中国共産党は華やかなイメージで国際世論を騙し、独裁政権を終焉させないと災難は世界に蔓延すると述べます。我在这里抗议，主要其实一个中心的目的就是要求共产党立刻下台，立刻结束专制。那么现在由整个中国人民来决定自己的命运，中国人民自己能决定自己的命运的，不需要一个党来劫持62年。27日、キャメロン首相との会談後、双方は14億ポンドに上る貿易契約を締結。また、温首相はハンガリーでも一定額の国債の購入方針を示しました。中評社は27日、復旦大学の孫立健副院長の話を引用し、中国がこの時期に EU の債券購入するのは、明らかにその回収が目的ではない。資金援助を通じ、中央・東欧国家の支持を得るためだ、と報道。孫副院長は、EU 債券は、投資商品としては最良の選択ではない。経済学の角度から中国がこれ以上 EU 債券の保有を増やすべきではない。それに比べアメリカの国債の方が回収も安定し資金の流動性も高い。中国の狙いは EU を利用してアメリカを牽制することだと述べました。また、翔光さんは近年中国当局は経済や交流などの手段を用いて民主社会に浸透していると指摘します。我觉得你现在他给你投资是个短期的，是一个饮血止渴的作用。长期你一定会损失更大，你会损失你的经济规则，你会损失你的人权，你会丢掉更多的工作机会，共产党会进一步扩张。キャメロン首相が触れた人権問題に対し、温首相は一貫した口調で。人権問題は対話の展開が必要で、非難より交流を増やすべきだとし、人権状況の改善などには言及しませんでした。24日から5日間にわたる温首相の欧州歴訪は、ハンガリー、イギリスに次いで次はドイツ。ドイツのウィスターウェレ外相は、メディアに対し貿易のために人権問題を回避することはしないと示しました。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。